外、日本の方が合理的だ。洋画の邦題が世界的に特殊すぎると話題に。お疲れ様です。皆さんは映画鑑賞や音楽鑑賞などにおいて邦題が目に留まったことはありますでしょうか。多くの作品にこの邦題が付けられているため、現代を聞いても何の作品かわからないということがよくありますよね。中にはなんじゃこれダサいタイトルだなと感じてしまうような邦題もありますが、今回の記事はそんなダサい邦題もバカにしたくなくなるような内容となっております。早速触れていきましょう。洋画、洋書、洋楽などの作品名を日本語で付け直したものである邦題。現代とはかけ離れたものになることも少なくないですが、翻訳元ではほとんどの国では現代そのままであるにもかかわらず、日本だけは意図的にタイトルを長くしていることが複数の例とともに指摘されています。現代円環と邦題ミラベルと魔法だらけの家、現代ブレイブ、邦題メリダと恐ろしの森、現代モアナ、邦題モアナと伝説の海、現代ルカ、邦題あの夏のルカ、現代ソウル、邦題ソウルフルワールド、現代タングルド、邦題塔の上のラプンツェル、現代フローズン、邦題アナと雪の女王、現代ディスピカブルミー、邦題怪盗グルーの月泥棒、現代アップ、邦題カールじいさんの空飛ぶ家、現代ラタトゥイユ、邦題レミーの美味しいレストラン、現代ムーン、邦題月に囚われた男。ここでは現代が単語タイトルのものを中心に取り上げられており、邦題は内容をイメージしやすくするためか丸々変えたり独自に言葉が付け足されていることがわかります。この指摘に外国人から多くの反応が寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。あらすじってなかなか読まれないものだし、タイトルをあらすじ代わりにしてるとか、日本みたいな長いタイトルの方が合理的だと思うけど、だって内容がある程度予測できるじゃん。俺は日本式のタイトルはかなり良いと思う。だってタイトルとあらすじが一つで済むんだぞ。いかがでしたか。こういった違いは面白いですね。邦題はタイトルがあらすじになってるという指摘が散見されましたが、確かに合理的と言えるのかもしれません。今まで邦題について深く考えたことはありませんでしたが、改めて触れるとよく考えてつけられているということがわかりますよね。皆様はどうお感じになったでしょうか。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回お会いいたしましょう。